町役場付近から天皇山を望む島本町は大阪府の北設三島地域に位置し、三島郡に属する町、京都府おとくに郡大山崎町との不境に位置する。桂川、宇治川、木津川が山崎地境で合流して、淀川となる場所で京都盆地から大阪平野へ抜ける交通の要衝として古くから栄えた。最近では、 大阪市や京都市のベッドタウンとして住宅地開発も進んでいる。淀川の支流、水瀬川の流域の大部分を占めている。町域は北西から南東方向に長く北西に行くほど標高を増す。町全体の7割近くが山岳、丘陵地である。南東の淀川沿いに小さく開けた低地に市街地が開けているが、この付近には第一国土軸を結ぶ。 主たる交通である、東海道新幹線、東海道本線及び、名神高速道路のほか、阪急京都本線及び、国道171号線といった主要交通が通り抜けている。桂川、宇治川、木津川の3河川が合流する地点があり、それぞれの河川の水温が違うため冬には霧が多く発生する。 海抜は釈迦岳が最高であり631.4メートル、最低は高浜の8.5メートルである。堺を挟んで隣り合う京都府大山崎町との関係が深く、市外局番や周派郵便局も同じである。一時は越境合併も検討されたが、合併特例法期限内の合併は見送られた。大阪府京都府島本町は天皇さんと男山に挟まれており、 摂津国と山城国を結ぶ、道の中で唯一山越えをしなくて済む、交通の要所である。古くから朝廷と大府を結ぶ山陽道が通っており、その環境下で繁栄してきた。水瀬川と淀川が合流する付近は、水瀬と呼ばれ、古くは東大寺の荘園であった。景色の美しさとたなびく霞で知られ、万葉集の時代から、歌枕とされた。 言葉上皇はこの地をことのほか愛し、水瀬離宮を造営した。上皇が亡くなった後、離宮後は上皇の御影堂である、水瀬宮となった。その他、小倉百人一首のうち五十句を合わせ、言葉の順番に並べると、水瀬の絵図が完成する。これは、藤原邸家が絵図に一致する歌を集めたためと言われている。また、新古今和歌集、巻数春への、 見渡せば山本か住む水瀬川ゆうべは秋となに、思いけむは、後鳥羽上皇がこの地を読んだものである。また、桜井地区は、港川の戦いに出陣する、楠木正主が、着死、楠木正幸と別れた、桜井の別れの地として、太平記に登場する。現在の島本長賞は、島本の文字を、楠木氏の家紋である菊水に似るよう変形させた、ものである。 その他、豊臣秀吉と明智光秀が戦った山崎の戦いの古戦場としても知られる。定数は14人。2021年5月13日時点での開派構成は以下の通り、女性議員比率50%となった。詳細は、下本町議会を参照島本町に事業所を置く企業を平成22年国勢調査より、 前回調査からの人口増減を見ると、0.40%減の28,935人であり、増減率は、不四43市町村中22位、72位、行政区域中41位。島本町立歴史文化資料館幼稚園、保育所入寺院小学校中学校高等学校、専修学校文化施設福祉施設その他の施設、その他、 東海道新幹線が京都駅から新大阪駅間で当庁を通過している。利用の際は京都駅が最寄りとなる。サントリー山崎上流所桜井駅跡と、水瀬神宮松代伊章寺重秘町内にある桜井駅跡とゆかりの楠の騎士の家門である菊水門をかたどり、島本の漢字を変形させてデザインされたものである。上半分の菊の部分が島で、 下半分の水の部分が本の字を表している。大阪府内の市町村では、島本町一町のみ、町歌を制定していない。町に関連する楽曲としては、島本町商工会青年部が作成した、島本温度が存在する。市外局番は075、市内局番は961から963で、京都 MA に属する。 他の大阪府内に通話するときは県外通話となる。平成以前は管轄の山崎電報電話局が準市外局扱いで長岡京市、向こう市、大山崎町の全域及び京都市、久美山町、大津市への通話の際には市外局番が必要であったが、現在は前日の区域へは市外局番なしで通話可能で市内料金が適用され、 他の京都府内の地域を除くの通話は、県内市外料金が適用される。郵便番号は618から0で、x x で、集配業務は山崎郵便局が行っている。以前は100%自己水だったが、上水道の安定供給のため1998年10月以降は、大阪不衛水道を導入し、現在は、自己水90%と不衛水10%の、 配合となっている。管轄する保健所は茨城市にある大阪府茨城保健所である。以前は隣の高槻市に所在する大阪府高槻保健所管轄であったが、高槻市の中核市移行に伴い保健所管轄区域が再編された。ありがとうございます。